500ml のお水にお出汁、またこれです。これしか使ってません。入れて沸かしといてください。でこちらはあの素揚げを、適当ですがこれぐらいの1枚、これ冷凍してたんですけど、これをあの油抜きします。こちらはまあ3分ぐらい煮立ってから3分ぐらいあのお出汁取ってください。白菜ですが外から剥がして使っています。1、2、3、4、6、7枚っていうところですかね。まあ4分の1個ぐらいです。4分の1カットのやつをあのざく切りにして使っていただいても全然大丈夫です。で茎と葉っぱに分けます。こんな感じで、ちょっと本当はもうボンボン掘り込んでいくんですけど、お鍋にちょっと今日はここに置いときます。で先ほどの油抜きした薄揚げを、薄揚げっていうかこの京揚げっていうんですか、少し分厚いやつですね、何でもいいんですけど、こういう風に切りましょうか。こんな感じで、あ、見えてますか。こんな感じ で先ほどのお出汁に薄口醤油を大さじ1杯入れて、みりんは大さじ3分の1、小さじ1です。ちょっと濃いめにしておきます。そこに白菜の芯の方を入れます。で葉っぱを乗せます。でもう薄揚げも乗せておきます。これで蓋をして、しんなりするまで煮てください。今で中火で5分炊きました。かなりしんなりしていますが、ここから蓋を開けて少し火を弱めて炊いていきます。だいぶ水分が出てるのでちょっと味見をします。うん、全然 OK です。このまま、もう5分炊いていきます。なぜこの青い外側を使ったかというと、水炊きとかに白菜使うときに青いところって炊いても炊いてもなかなか柔らかくならないんですが、こういう塩分が入ったところに、青いところを入れたら結構柔らかくなって食べやすいんです。なのであの青い葉っぱをあえて使っています。もう5分経ちました。蓋をして5分、蓋を開けて5分という感じで、こんな感じにできてます。で火を切って置いといてください。出来上がりです。